竹内徹昭和4年11月25日は、日本の陸軍軍人。階級は、陸軍中将。福井市長。越前国足羽郡木田村出身。陸軍士官学校を卒業後、1887年に工兵少尉に任官し、日清戦争には工兵隊尉として出征した。1896年、陸軍大学校を卒業し、参謀本部に勤務するとともに、陸軍大学校教官を兼務した。1899年に工兵少佐に昇進し、翌年には軍事研究のためオーストリア・ハンガリー帝国に派遣された。帰国後は参謀本部員となり、工兵中佐に昇進した。日露戦争時には、戦区司令官、大本営幕僚、野戦鉄道久下を歴任し、工兵大佐に昇進した。戦後は、第一師団司令部付、参謀本部付、陸軍大学校教官、陸軍省軍務局工兵課長、参謀本部第三部長などを歴任し、1912年に陸軍少将に就任した。1916年に陸軍中将に昇進し、1918年にはシベリア出兵に派遣された。シベリア出兵では、ウラジオ派遣軍司令部付、安園交通部長、連合国軍事輸送部長を歴任した。その後、参謀本部付に任命され、1920年に予備役となった。1921年に福井市長に選出され、5年間在職した。ありがとうございます。